はい、ちょっと日が陰ってきましたけども、まあまあ本編の方では世話になっておりますね、レストラン中台さん、中台さんいいの、行っちゃっていいの、あ、いいんだ、あ、もうでも、もう渡されんだこうやって早えな馴染みだからいいだろうみたいな感じですか、というわけで中台さんに行ってみたろう、早速入ってみたいお邪魔します、あの映せないすごいそうそうたる方の写真やサインがあるんですけども、こんにちは、お久しぶりですお世話になっております、元気ですよ、なんかね、あの今日レンコン料理フェア2022に出店されてるお店さんにお邪魔して、ご紹介してるんですけども、中台さんもあるってことで、はい、今日お世話になります、はい、よろしくお願いします。早速ですがお願いしてもよろしいでしょうか。はい、召し上がって、はい、いただきますか。食べたいです自分食べたいです、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、楽しみですねえ、どんな料理が出てくるのか楽しみでございます。あ、いらっしゃった、はい、ジェームスさん、はい、これは、はい、ローストビーフのサラダですね。ローストビーフのサラダ、はい、早速いただきたいと思います。お酒飲ませて、あら嬉しい、これは、うん、5、6年寝かせてる、うん、カシダル貯蔵の黒糖焼酎かな、40度です、おい、何気に宣伝が入れてお上お上手だね、さすが中台のおかみさん、ということでございまして、ローストビーフのサラダですよ、レンコンがマリネされているということで早速いただきたい。またかよ、お店からのミッションをクリアしないと試食禁止だからさ、あのね、いやちょっと待って、だってごぼう美味しいものをさ、こうきちんと伝える仕事なわけよ、試食禁止ってどうなんだいね、おかみさんで、なんすか、あの中台さんからのミッションは、はい、中台で、うん、中台を使って、うん、うちのお店の宣伝をあげて中台って長いよ、なかだいでしょ、な、な、あ、あ、あ、うん、あ、うん、綺麗なのができたかも、いきます、はい、お願いします、中台のな、懐かしく、中台のか、帰ってきても、中台のだ、大歓迎、中台のい、いい料理が出ます、中台さん、どう、素晴らしい、どう、おいこれもう完璧でしょ、ほら文句なく、これはもう、やった、いただきます、これはお箸でいっちゃった方がいいですかね、はい、いただきます、いただきます、僕が今まで食べてきたローストビーフは何なんだろうで、その後のレンコンのシャキシャキ感が残るからすごく、で、これでカナを合わせちゃうわけですね、はい、20度
30度40度ってあるんですけど、ジェームスさんは強いと思ったから最初から40度。何回踏まないんだ。そうそうそう。あ、でもね、やっぱカーッとは来るん、カーッと来るんだけど、あの嫌なカーじゃないの。飲み込んでからがあのね、ちょっとカッと燃え上がる感じ。でも口の中に残ってる余韻は黒糖のまろやかさがすごいいい感じ。やだー、もうもうあのレンコン料理、っていうのはもうこのマリネのみ。あ、いろいろあるの？はい、またね、見てきます。なんかすごいことになってるぞ、おい。なにこれが、うん、レンコンとインフラ牛のビーフシチューカレー。うはっ、カレーフェスティバルで6回グランプリもらって。ですよね、もう殿堂入りじゃないですか。はい、ご飯もあれ、はい、いやいや、ちょうどいい、ちょうどいい。待って待って、ちょっとこれやっぱり ルーからいただきます。俺が食ってたカレーは何だったんですかね。レンコンの芯までね、カレーが旬んでるの。多分このレンコンギュッと絞ったらカレーが出てくる。うん。じゃあこの素焼きのレンコンとカレーをね、合わせたらどうなるのかって話ですよね。うん。ごめんな。ごめんな。もうこれロックの量じゃねえよね。素焼きだからレンコンのあの甘みが逆に際立ってるじゃないですか。だからカレーの優しさに負けてないですよね。うろーな、もうすごいなここ。私で3代目なんですけど、はいはいはい、初代があの洋食屋さんで修行して、うん、それであのその洋食の基本、はい、ルーを書いたりとかっていう、うん、そういうところから、そうか、あの今父が2代目で教わって、うん、3代目の私もそこを教わって、ちゃんとレシピをそのまんま使って、もうじゃあ基本に忠実に作られて、 でもやっぱこのカレーに合わせてまたちょっとアレンジしたり、そう、ちょっとアレンジして95年すごい歴史がありますわね。その中でこうやってもうなんだろう、あのもうカメラ回すのいいんじゃね。いや、あのこの、まあ、レンコン料理フェア2022、でレンコン食べてますけど、やっぱレンコンってなんだろう、正直見た目地味だし、あれなんだけど、侮れないものすごいポテンシャル持ってますね。何にでも合わせてもお互いを殺さないし、引き立てるし、でなおかつ自分もちゃんといるし、ご覧になってる皆さん、これレンコン料理フェア2022、11月いっぱいですね、あの土浦市内、各店舗でやってますんで、ぜひあの美味しいレンコン料理を召し上がっていただきたいと思います。少なくともとりあえず僕は今日はこのままここで、カナを飲みながら、ダメになっていきたいと思います。ここで寝てたりして、さすがにここに寝るのはあのあれなんで、ちょっとあの夜の街に消えていこうと。というわけでまだまだ食べていきますよ。うん、今年で創業84年になります。で親子3代でやってきた、味、土浦の老舗洋食屋でレストラン中台と申します。どうか皆様、一度は足を運んでみてください。よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、というわけで本当ね、今回ね、あのまざまざとレンコンのポテンシャルを見せつけられましたよ。もうぜひ皆さん
まずはこの連国料理フェア2020に参加していただいて、いろんな連国料理食べてみて、たまんねえかね。というわけでね、そろそろ帰りますか。終わりじゃねえ。シュッ。